ミンバトワイシミンバトワイシでーす。こっちもサジンです。今日もサジンちゃんのやつをとかで、この前奥さんにさ、ブラザーの映画ってまだやってるって言われて、何その映画、洋画のことかなと思ったらさ、まさかのマリオブラザーズのマリオブラザーズのことをうちの奥さんブラザーって呼んでんだよ普通マリオで切り取るんだろ。せめてなんかマリブラとかさ、ブラザーズまで言ってくれたら分かったかもしれない。せめてズ入れようぜ。ブラザーで切り取ったらなんかマッチョな男の友情物語かなみたい思っちまうじゃねえかな。今まで通じたことあんのかな。マリオのゲームことブラザーって呼んでさ、他に通じたことあんのね。おかし、そこで略すやついなくねえや仮にも夫がさ、マリメの実況者だよ。もうちょっとマリオに興味持とうぜマリオの興味ゼロねおかしいだろごめん、ゴールしちゃったというで、今日も草人ちゃんのやつを、草人チャンネル。お前ちょ、キノコ持つな。俺のキノコじゃねえ。お前キノコ持つな。お前ちょ、よくわかんねえ。もうよくわかんねえよ、とりあえずちょっと待って、ちょっと待って、これ結構し、アイテム取ったことがあらになったな。目の前ゴールあるぞ。ちょっと待って、これシャカジャンプラジェ見せるしか、シャカジャンプラジェ、プラジャンシャカジャンじゃなくて、わからんわからん、それはわからんてね。ちょっと待って、オートスクロールきれいな。ちょっと待って、ゴールのところまでピンポイントで行く。ピンポイントはいけてないんだよな。せめてなんか死骸振ってこい。キノコの死骸振ってくなるけど、どこらで死んだかわからんじゃねえかよ。なんか隠しブロックあんのかい。そうせ、これもう無理じゃねえか。どうやってクリアすんだよ。ちょっと必勝パターンがあんのか。無理無理、ちょっと待って、わからんて、なんでゴールできんだお前よ。草人チャンネル。ずっと夏派だったけど、この前ガが車の中に入ってきた俺の顔に止まってから冬派に寝返りました。あ、どうも草人です。ということで、やってきたぞ。まずみんなこの気持ちわかる。ちょっと待って、このバトコは草人大得意だよ。見てろお前。俺なら負けるわ。開けるわけねえだろうか。バカだね。やめて。お願い。ま、なんでだ。ごめんなさい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 。けけけ。やあ。いってまえ。いやあよーし、勝ったぞ。やーし、みんな行くぞ。絶対勝つ、俺が絶対勝つ。見てろ、俺の強さ見てろ。こっち勝ち上がってきたマリオにも負けやしねえからな。あー、なかなかお前フェイントやるじゃねえか。お前みんな見えてないかもしれないけど、もう1000回ぐらいあれやったからね。今バネで1000回ぐらい投げ合った結果よ。今な、相当2人の頭の中ではあれやってましたから。けけけ、あー、やめて。あはははやはは奇跡起きたよ。見てまいりましたよみんな見た今の。投げられたバネの上に乗っかって、なんとか戻って生還してきた今、すごくね。奇跡的勝利、ありがとう。センキュー草人チャンネル。あ、10個よ、1枚取ってから OK 任された条件戦な。とりあえずこれね、アイテムとかがいっぱいあるだけだと思うんだよね、この扉の中は。だからね、とりあえず先に進んでゴールの位置見とくことがマジは大事。まずは大事で、なるほど、そういうことが一番最初。お前を書いてろ。なんでお前が先に入んだよ。なんだこれ、どういうこと。あ、え、右の土管が先に進む道。えなりな、えなりじゃねえや、えなよりちゃんがちょっと条件取ってきたから、とりあえず条件待ち外国道ですよ。でもこれさ、オンブロックこっから押せねえからさ、他の人が教えてくれんの待つしかねえよな。で多分ここからピースイッチがなんか落ちてくるみたいな感じだろ。おそらくそういうことだと思うんだよな。来い早く。いやとりあえず、とりあえず俺が取ってって他のところ見に行こう。何かアイテム、ペロンパ殺人事件ちゃんとかヨッシーがあるとね、かなり助かる。先になんかアイテムあるのを見とくから、条件戦の鉄則だからな。お前余計なことすんな、キノコ。お前ちょっと、お前かおせ。お前も送るだけじゃねえか。お前何をしてんだよ。お前ルイージ助けに来い。ちょ、ルイージ、キノピコでも何でも誰でもいいから撃って、ルイージ助けに来い。ちょ、ブラザーズで誰でもいいから撃って。ルイージ来たわ。違うか。早く、キノピオ。ちょ、おせ、誰でもいいから。ナイスレジー、ルイージお願いします。ありがとうございます。このまま行って、ちょっと待ってね。他の扉見といた方がいいかな。他の場所に、ちょっと待って。アイテムあるかもしんないから。オッケー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 。頼む！ねえか！いや、コーラでもいいか。他のやつら倒せばいいんだ。コーラでもいい、コーラでもいい。はい、この人ライセンスで下めちゃおうかな。条件間違え、ゴムキッドもよ！来いや！無敵時間で、なんとかくぐり抜けようじじゃねえんだよ、おめえ。でも下手やちん、殺しのライセン雑魚というか、なんでも上級生も雑魚だよ。というよりもバトコも雑魚だし、いいとこない。何が得意なの、何も得意なことないか。そして上に行ってるバカだし、なんどうしようもねえクズね。もうやめて、もう俺のことを責めんのやめようぜ。悲しくなってくるじゃねえかな
だんだん言うこともなくなっていくのに、なんかもっといろいろなんか罵倒しようと思ったけど、あんまりね、あんまりなかった。押せ押せ、別に俺が上手すぎてあんまりねとかじゃなくて、俺の語彙力がなくてあんまりなかった。誰が実況者やたくさんボケ、実況者のくせに語力ね、誰が下手くさんボケ。オッケー、ここの動画にあればいいのか。で、え、俺1位じゃない、あ、俺先行ってんじゃん、俺先行っちゃおう。で、ゴール待ちで条件奪いがいいだけの話だから、とりあえず先行こう。で、あ、なるほどね、ボムちゃんを取って、オッケーオッケーオッケー、ここで爆発させて、いや、ちょお前ちょっとどっか行ってて、先にどか入って、このままこの先がゴールとかじゃねえよな。まだあるんかい、ちょっとお前地味にうせえな。早く行か、早く行こう。とりあえず俺が1位なんだから。そう。けけけけけ。なんでお前先行くの、でも大丈夫大丈夫。条件、オッケーオッケーオッケー。ここで条件間違いを思い切ってしまーす。やばい、残り10秒しかねえ。早く来い、早く、そうしようそうしよう、あと10秒、時間がない時間がない。 5!4! あはははははは、あぶねえ。サージンチャンネル、マジか、ちょっと待って、ドクターショーキと当たったんだけど、え、ちょっと朝の5時ぐらいでお前この時間にミンバトやってんの、しかもバトコが。ちょっと待ってね、いやね、俺ね、ミンバトだったらまだ俺の方が上手い自負はあんだけどさ、いや、バトコはちょっとまた違うよ。こいつだって世界のコースクソうめえもんね圧倒的に世界のコース前から、やっぱりね、こういうテクニックコース強いんだよ。俺やっぱり駆け引きとかさ、ずる賢さ、狡猾さで何とかさ、狡猾さで何とか勝ってますからね。オッケーオッケーオッケー。しかも壁キックかよ、このタイトル壁キックコースって書いてあったんだよな。壁キックとか TA、タイムアタックコース。ドクターショーキクソ得意だと思うね。俺、バカだれ、シャカちゃんのプロだからさ、シャカちゃん入れてくれよ、壁キックだけかよ。ちょっと待って、シャカちゃんのプロ、シャカちゃんだったらあいつに勝てる自信あるけど、やめてよくそ。ちょっと若干マリオだよな、あいつ若干いかれてんだよ、さっきくそ。あー、ここスピンじゃねえよ、ガーッと先行かれた。待って、まだ時間だ、ちょ、お前もう一回やり直さね、一回やり直さね。ちょっと待って、多分俺から女ちょっと違うから、お前気づいて気づいてやり直そう。多分こいつ分かってくれる、動画のこと考えてね、俺の動画のこと考えてやり直す。やっぱりお前はそうしてくれと信じてたぞ。もうマジでね、俺とドクター正気って心通じ合ってんのよ、ほんとに。大体てかね、ほんとドクター正気は俺のこといつもちゃんと考えてる。お前そういうこと、お前そういうことするのかな、お前そういうことするのかな。でも、もしかしたら動画盛り上げようとしてくれたんだよな、ごめんなさい。ほらね、でしょね。こいつはほんとにいいやつなのよ、マジで好き。ここで愛の告白。OK、行こうぜ。いやー、もうやだ、シャカちゃん入れてくれよ、ほんとに。あいつたち言い訳を打つとかコメントくんだろうな。シャカちゃん、シャカちゃん言って、だバカバカ。ここで負けたらもう一生の恥、絶対勝つ、俺が絶対勝つ。よし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 、今のところ1位じゃね。よし、来てる、俺1位だよな、多分。来い、ミスんなよ。あ、こうジャンプじゃねえんだ、今のところも違う。あ、来た、よし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 、来たよな。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ちゃんとね、ここでやり合って洗おうぜ。はい、一応クンクンサイド後にもう一回やる。これで一勝一敗だから、次エンド勝った方が本当の勝ちだからな、お前。ということでね、次こそは、どうも草人です。これやんの忘れた。ドクターショットの戦いにちょっとウキウキすぎて。あ、どうも草人です、やるの。完全に忘れてましたけど。なんか、もうやばい、もうやばい、ちょっと待って、もうやばい。一回ミスするともう精神的にもうダメなんだよ。もう絶対無理じゃん、これも。くそ、諦めな。俺が信じろ、俺が信じろ。今でそうやって来たじゃねえかよ。何をしてんだよ。まずいぞ、ドクターショーヒー行かれる。ちょっと待って。絶対負けたくねえ、絶対負けたくねえ。俺だけ赤隊なんだよ、このメンバー。他のやつらみんな赤隊じゃねえんだよ。俺これ勝たなきゃいけ、バカ、終わったわ、終わりました。くそーくっそーくっそー、負けんのか、これで負けんのか、クタジドクター、お前勝つんかい。そして、ちゃんとやり直してくれんのかい。蹴りをつけようぜ、この勝負でも終わりにしようぜ、みんな。もうちょいちょいで視聴者も飽きてきてる頃だからな。もう長い、さすがに長い、4回目は長えぞ。だんだんとみんな早くしてくれ、もう終わりにしてくれて、もう終わらせてきてる頃だからね、もうこれで終わりにしようぜ、オッケー。
ちょ、これで、なんかなんでこういう時に、ガーッと、ここが入りするバカタレが、やべえ、これはまずいぞ。だいぶ差つけられたんじゃないか、今の。いや、やべえ、行かれてんな。くそちょ、くそ勝ちたい、なんとか勝ちたいよ。オッケー、まだわかんねえ、まだわかんねえぞ。あ、ここいっつも忘れちまう。うわ、行かれた。うわ、くっそくっそ悔しい。まあ、もう多分終わりだよな。おそらく多分ね、ドクターショキも多分これで終わらせると思う。だよな。ほら、一心伝心、お前。ほんと俺の、なんか通じ合ってんな、俺とお前な。